今回はね、カーボンロッド、しかも、普通のカーボン作ってもね、まあそれはそれで面白いんですけど、四軸カーボンといいまして、ちょっとね見ただけではわからないかもしれないんですけども、普通のカーボンに、今度はその上に四軸って言ってこう編み込まれたカーボンなんですね。それをこうバットから、ティップまで全部覆っちゃったような、そういう竿を作りました。特徴は、こう編まれた四軸カーボンというので竿を覆っちゃうことによって、こうしなやかなんですけれども、しなやかな竿っていうのは、ブレやすいんですね、特性的に。そのブレをその四軸カーボンというので、抑え込むということですので、しなやかだけどもブレないっていうような、ちょっとね本当は矛盾しちゃうような竿が出来上がっちゃいました。はい、でこの四軸カーボンというのはよくそのトーナメンタの竿とかね、海の竿なんかで使われることはあるのですけども、でもやっぱりこういうバット部分だけとかね、そういう形なんですね。で四軸カーボンというのは巻いてもそんなに硬くならないので、やはりトップオーダーの方が僕は向いてると思いましてね。でこういう細身のカーボンを厚巻きした上に四軸カーボンというのを、巻いてこういう竿を作りました。パワー的にはうちの2パワーですからビキニ程度なんですけどもね、ビキニよりももう少し、粘りが強いです。でモデルとしてはこの、うちが作ってる、ブライトリバーの SIC リング入りのオリジナルガイド、これのバージョンクラシカルタイプですね、というのと、このこっちはもう本当にカーボンの軽さっていうのを重視するために作った竿で、SIC の富士工業の、チタンガイドですね。とにかく軽量にした竿ですね。この、ガイドで2種類で、長さでこれちょっともうこういう比べ方しますけれども、5.6 フィートバージョンとそれから 5.4 フィートバージョン、を作りました。まあ、5.6 っていうのは、まあ、オールマイティに使っていただきたいということですね。で 5.4 っていうのはやはりその今ショートロットをお好きな方が多いもんですから、そういった要望に応えて、作ったロットです。とてもね、ユニークな素材なんですけれども、見た目だけじゃなくて、使っていただくとこの素材の面白さっていうのが分かっていただけると思いますので、ロットの名前が、フランス語で4という意味なんですけど、キャトルです。キャトルの、2562と2542で、SIC バージョン、富士工業のチタンガイド仕様と、うちの BL ガイド仕様、計4種類の発売、同時発売になりますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。